駒姫像、駒姫文読4年8月2日は、安土桃山時代の女性。もがみ義光と、釈明英との間の次女で、橋場秀治の側室候補。別名、今、伊達政宗の十枚にあたる。彼女の名は、お駒山から取られている。駒姫は、その類い稀な、美しさから父母に溺愛されて育ったという。時の感覚、豊臣秀次は、 東国一の美少女と名高かった駒姫の噂を聞き、即室に差し出すよう吉光に迫った。吉光は断ったが度重なる要求に折れ、15歳になったら、娘を山形から京都と継がせると約束する羽目に、陥る。なお、久野兵正美討伐の木と、山形城に立ち寄った秀次を、吉光が駒姫に接待させたという総話は、後世の創作と見た方が妥当である。 文禄四年、駒姫は京に到着し、最上屋敷で長旅の疲れを癒していたところ、7月15日、秀次は豊臣秀吉の命により高野山で切腹させられた。そして、駒姫も8月2日に、他の秀次の側室たちと共に、山上瓦に引き立てられ11番目に処刑された。まだ実質的な側室になる前だったと言われている。 父の義満が必死で除名嘆願に回り、各方面からも処刑せぬようにと声が上がった。秀吉も、ついにこれを無視できなくなり、鎌倉で任にするようにと早馬を処刑場に派遣した。しかしあと一丁の差で間に合わなかった。去年十五、法名は、大工も院連受け長大師。最上限大大過去長は大工も院受け超日東大師。最上家去は、 妙法院科学連診大師とする。辞世の句は、この辞世は彼女愛用の着物で表彰され、他の処刑者のものと共に、京都国立博物館に保存されている。複製品は、京都、随仙寺、山形市、もがみ満歴史館で見ることができる。彼女らの遺体は、遺族が引き渡しを願ったが許されず、その場で掘られた穴に投げ込まれ、さらにその上に、 畜生塚と刻まれた石踏みが置かれた。その無ごたらしさに宮古人は、浅ましいとも何とも言いようがない思いを感じたと伝わる。娘の死を聞いた母の大崎夫人も、処刑の14日後の8月16日に亡くなった。娘の後を追った可能性は高いとされている。吉光の憤激と悲嘆も激しく、この悲劇が後に、吉光が、 関ヶ原の戦いで東軍に属する伏線になったとする指摘もある。駒姫の死の翌年、吉光は高玉で不況中の新州増上喜びに消え、千勝寺を山形城下に移し、駒姫と大崎夫人の菩提寺とした。さらに、慶長三年、八町四方の土地と、寺領十四国を寄進し、城下最大のランを建立、敷地に、 村山地方の新州寺院十三家寺を達中として集め、後に寺町と呼ばれるようになる町を整備した。この寺には山形城より駒姫の居室が移築されており、大崎夫人像と共に彼女の肖像画が保存されている。なお、広く知られている彼女の肖像画は大正期に描かれたものである。ありがとうございます。